今日未明、つなぎ町の南九州西回り自動車道で車とイノシシが衝突し、上下線で一時通行止めになりました。県警によりますと、今日午前3時40分ごろ、つなぎ町の南九州西回り自動車道上り線で車がイノシシにぶつかり、そのまま右側のガードロープに衝突しました。運転手の男性に怪我はありませんでした。この事故の影響で、壊れたガードロープや支柱の交換作業のため、水俣インターとつなぎインター間が上下線とも一時通行止めになりました。なお、通行止めは午前10時45分に解除されています。